ベルンハルト2世、エーディヒフロイントは、ザクセンイコールマイ人間校。ザクセンイコールマイ人間校、ゲオルク1世とその日、ルイゼー・レオノーレ2法遠ーエランゲンブルクの間の一人息子。長子アーデル・ハイトは、イギリスをウィリアム4世の日、1803年にわずか3歳で、父の後を継いだため、母、ルイゼー・レオノーレが1821年まで、摂政を務めた。 1826年、ザクセンゴータールテンブルク公フリードリヒ4世が、後継者なく、没したことに伴う中林元諸公国の領土再編に伴い、ヒルトブルクハウゼンとザールフェルトを獲得した。広島戦争で敗北したオーストリア帝国側に、味方したため、責任を取って1866年9月20日に、一人息子ゲオールクに上位し、以後は長くイントン生活を送った。 1825年3月23日、ベルンハルト2世は、ヘッセン先帝公、ビルヘルム2世の娘マリーと結婚し、数おかずめを設けた。ガーター騎士団騎士の小族をまとった、ベルンハルト2世。ありがとうございます。